I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me.行くぞみんな。みんな急いで。
Thank you.
しもし？うん、実はちょっと相談したいことがあって。悪いけど渋谷まで来てくれないかな？え、元気がないって？来てくれてありがとう。うん、まあそのあれよ、元気がないっていうかちょっと行き詰まりを感じちゃってる。あれ計画があれしてからデジモンと人間のトラブルが続出しててさ、その被害がどんどん大きくなってて、このままだととんでもないことになりそう。だからなんとかしなきゃなんだけど、情けない話、今のリベリオンズじゃこの子たちを保護するのでいっぱいいっぱいでさ、これ以上被害が増える前にこの子たちをデジタルワールドに返してあげたかったんだけど。デジタルワールドはイーターたちに食い荒らされている。私たちの故郷はもはやどこにもないのだ。私デジモンたちを保護して元の世界に返してあげればまるっと丸く収まると思ってたんだけど、デジタルワールドがそんな状態じゃ返してあげることもできないし、このままこっちにいても一体どうすればいいのかわかんなく、そしたらオメガモンがね、他のロイヤルナイツを探そうって。次元の扉が開いた時にロイヤルナイツたちはこちらの世界へと移動し、今はそれぞれに思惑がある彼らを探し出し、人間を滅ぼそうとしているで、彼らはきっとロイヤルナイツに従う一体でも多く、そうなれば。というわけで、っていうか、出番し。ふん、君ならそう言うと思ってた。よーし、なんか元気出てきたぞー。じゃ、早速、ロイヤルナイツ。だよね。京子さん、まだ帰ってきてないんだもんね。君だけじゃ無理か。せっかくいないものは仕方がない。私が他のロイヤルナイツの気配を探ってみよう。え？気配？そんなんで居場所が分かっちゃうの？我らロイヤルナイツのエネルギーの膨大、作為的に気配を隠さない限り、おおよその見当。さすが！じゃあ最初からそうすればいいのに。とは、すまん、おっと。早速気配を感じたぞ。ここから一番近いのは、向こうの方角って、秋葉の方。そのようだな。リュウ君も抜け合いがする。すぐに向かおう。君も向かってくれ。説得が通じなければ、最悪の場合戦闘になる。君がいてくれると心強い。滑稽な姿だな。え、あれはデュークモンの気配を感じたはずだが、まさか一番最初に会うのがお前だとは思わなかったぞ、デューフトモン。デジモンだけでなく人間の子供まで引き連れて、オメガ、最後の聖オメガモン、貴様。あのデジモンもロイヤルナイツなの？だったら、説得しなくちゃ。説得だと？オメガも、このような人間に加担するとは、貴様、人間世界を滅ぼすという我ら。デュフト、お前はイグドラシルの意志を自分の都合のいいように境界しているに過ぎない。人間世界を滅ぼす、
本当にそれしか。やはり貴様とは意見が合わぬな。我は我のやり方がイグドラシルの意志を成し遂げる。すべてが我らのせい。ねじ曲げられたイグドラシルの意志を正すために私はここに来た。私は私のやり方でお前たちを止める。計画通り。ロードナイトの攻撃をする。ドゥフトモン。お前はドゥナスモン。まさかお前も。崇高なる。やめてよ。どうして仲間同士で争う必要があるの。人間不随。人間とかデジモンとか私たちはもっと死に急ぐか。そこまでだ。貴様、その娘の言葉一理ある。デュークとも言葉は否定。デューク、貴様も人のデジタルワールドがイーターに食い荒らされたその原因は世の家を忘れたわけだ。無論片時も忘れたことなどない。だがそれが人間世界を滅ぼす理由にはならない。了解。ここは引いてやる。ロイヤルナイツ同士の戦闘を知ってるよ。それじゃやっぱりデジタルワールドは全てイーターに食い尽くされた。状況はもはや絶望的とも。そんなオメガモンが言ってた通りになってるなんて。我らロイヤルナイツはデジタルワールドからイーターを排除するために戦い続けて、イーター発生の原因となった人間だからこそ彼ら必要なまでに人間を憎み、イーターと人間を一掃するため、デュフトモンと彼に賛同する。どれくらいの数のロス。少なくとも半数以上だ。迷いがあるものも少なくない。無論お前たち次第だ。やっそう来なくてはな。次元の扉が閉じたことでおそらく彼らが本格的に動く。でもさ、ああしかし我が盟友。そうだな。憎しみにのみとらわれていては選ぶべき道を見誤る。私も君が言っていたように、まず人間を知ることから始めよう。うん、ありがとうオメガモン。ジュークさて、引き続きロイヤルナイツを探すとしよう。他のロイヤルナイツの反応は各地。オッケー、そんじゃ頼んだわよ。電脳だって。私たちも誰か見つけたら